おはようございます。4日目の朝を迎えております。初めてですね、高速鉄道で永久居民証を使ったんですけど、普通に使えましたね。初めて永久居民証役に立つって分かった瞬間でしたね。今日はこれから、今朝6時40分ですけども、時間後出発の高速鉄道に乗ってラビオに行って、まあ、1日観光してですね、夜中帰るということで楽しみたいと思います。行ってきます。行けました、抜けました。ニモセックスです。よかった、行けたよ。やった、これでとりあえず一つ行けましたね。身分証のページとかなかったですね。いや、意外にもうドキドキしました。世界遺産ですからね、行きたいと思います。あまり期待しなかったんですけど、結構すごいです。人もすごいですけど、やっぱ岩壁にずっと掘ってる石像たちは圧巻です。また雨に見舞われてしまいましたけども、まあ、元輪に入れたんで保湿します。カーンが鳴いてるんでしょう。ここが管輪です。来ました、カーンの首が祀られているところですね。管輪ですね。カーンは両毛に分けて処刑された後に首は曹操の元に送られます。曹操は痛く悲しみまして、敬意を表して国葬にしましてですね、ここに官輪を作ったのと言われてますね。官輪は後は出てかもしれないですけど、曹操が国葬にして首を葬ったのは確かです。挂的那个是身上，你三天放在这里。哦，这样。好好Thank you.
ないとは聞いてましたけど、こっちの方向なんですよね。芝居中達の墓があるとされている場所、あったとされている場所ですね。このお山じゃねえの。地図上ではですね、いやもうここなんですよ、この辺なんですよ、この辺だと思います。姉妹のふるさとの村みたいに姉妹の表示は何もないですし、なんかもうちょっと大事にしてあげたらいいんじゃないかなって思っちゃいますよね。一応ここだって言い伝えがあるんですから、ちょっとなんか寂しい気がしますけど、葬儀が簡単にしてくれ、裸は簡単にって言ったんで芝居もそれに習ったんだと思うんですよね、うん、今日のお茶です。300円も取られました。まあいいや。またしてもですね、まあ農家の裏の畑に来てしまったんですけど、ですね、春とこらちゃんで、この奥の山がですね、宗妃の墓と言われています。方角的に間違いないです。あ、立つだろ。おータオベイゾン。あ、あ、なんか高橋だ。おお、運転手さんが来てくれまして、あのおじいさんが言うには、あのちっちゃいこれだそうです。いや、私が行ってたのは場所あってたんですけど、あのインターネットの投稿も間違ってまして、これちょっとすごいですよ。このうんちゃんほんとシェイシェイですよ。高かったけど、あのおじい おばあさん聞いても分かんなくて、おじいさんに聞いたらですね、ここだと。うお、すごいよこれ、ちょっとブルッときちゃうよ。これが宗妃の墓です。おじいさんの話では昔はもっと大きかったらしいです。おそらく宗妃の頃はもっともっと大きかったんだと思うんですよね。今はちっちゃくなっちゃったけど、これだと、まあ本当に火もな、石碑もなければ何にもないですけど、村人の言い伝えだけで語り継がれている宗妃の墓です。洛陽から東に約30キロ、出る出る出るだ。あー、ほちゃめんねえから。何人知る。あー、当地人知道。あー、当地人知道。いんだかば、ビ、ワイビ、ワイディダレンズ、カーダ、ディエス、よ、イバナ、ノンゾン。ああ。ここでした、ここです。石の、てか、土で固められた土台がありますよ。ここが宮殿の跡ですね。いやー、すごい。感動です。またしてもすごい人です。白馬人、バイマスーです、中国で最も古い仏教のお寺と言われています。五漢の時代に建てられたらしくてです、意外に仏教の歴史って中国では新しいんですね。行ってみたい。なんとかですね、入り込めました。なんか外国人用のレーンがあったんですけど、あれ行ったら絶対入らなかったんで、もう無言で乗り切りました。
入ればこっちの門です。中国で一番古いと言われているお寺ですね。見たいと思います。すごい建物ですね。中国の方も珍しくですね、本当に古いんですよ。ですね、洛陽の博物館は全然入れました。しかもなんかどうぞどうぞみたいな感じで、なんかすごいフレンドリー、あ、パスポートですか、どうぞ、ただですみたいな感じで全然違いましたね。ちょっと嬉しいですね。じゃあ今から行きたいと思います。中国のいいところですね。撮影 OK です。ずっと見てきたんですけど、すごいのは昭とか夏の時代、紀元前1600年の頃から出土したものがあるんですよ。龍門石窟に行った時に世界遺産なんで、もうめちゃくちゃ人多かったんですけど、北魏の時代なんですよね。でここにあるものって北魏よりもっと前のもっとすごいものがあるのに人こんな少ないんですよ。いや、ここただだしお金はいいんですけど、すごくいいです。やばいですよ。多分まあ東京とか行ったらもっといっぱいあるんでしょうけど、人多いですし、いやー、明日っていく河南博物館も楽しみになってましたね。いや、すごいです。壁じゃなくて、公元20年から220年の頃って言われてますから、すごいですよ。まさに劉備とか曹操とかが生きた時代にあったもので、しかも出土されてますから、土の中から出てきてますから、いやー、すごいですよ。まあ要するにまだショッピングモールというかショッピング街なんですよ。ね、なおじえっていうふうになってますけど、常用場にもあったし、まあなんかここまでテーマパークにしてくれたら面白いなと思いますけど、中はドンメなんですよね。なんか美味しそう、楽しみです。すごいね、すごいね。ザクロジュースすげーたっぷり、すごい美味しいかな。あ、意外にうまいぞ。あ、やっぱ贅沢だな、ザクロって。うわ、すげえうまい。いけてます。マイナのラオポですかね。100年以上続いてる店はいいんですけど、こう喉も、お医者さんが100年ってすごいな。ここは耳鼻咽喉科だよ。これも100年目って書いてある。すげえな。しかも文化遺産になってる。なんかすごっ。とりあえず春方らしい。ここで買いました。結構たくさん来てます。新疆とか、来小酥肉新疆和土豆、小酥肉新疆和土豆、土豆烧的。街が古いからだと思うんですけど、とにかくラオス派だらけなんですよ。どうすんのっていうぐらい、いや、俺全部食ってたらもう鼻くぱになっちゃって死んじゃう。こんなに100年以上続いてる店があるんだ。さすが洛陽だ。すごいと思います。ベタですけど、
せっかく来たんで、勝利に来ました。楽しみです。行ってみたいと思います。まあなんか建物は1983年に建て直されてるし、全体的に新しいんですよね。うわ感動みたいなのって実はあんまりない。しゃあないかな。一人我慢ですけど、行ってきたいと思います。ロープウェイ吊り橋マラソンです。嫌だ、怖くて死にそうです。めちゃくちゃ怖い。二谷さんと一緒です。何で俺こんなこと来ちゃったんだろう。いやー、河南というよりも中原、面白かったですね。三国志の他にも中国の歴史で溢れてて本当に充実。バタバタしましたけど面白かったです。それとよく見ると全州の女の子ってみんな可愛かったですね。これは発見です。さらにこの全州の街、これ非常におしゃれですね。なんか新世よりもおしゃれなんじゃないかなって思いました。まあそういった意味で今度は誰か友達と来たいと思います。
最後に載せてない写真を載せてこのビデオを終わりたいと思います。